これマギー野郎ぶっ殺せんぞこれ。そう、このルールって俺のゲームが下手にならないためなんだよね。あのね、俺ね、まあ今のは上手すぎたけど、やっぱどうしてもちょっとね下手になるのよ、やっぱり。そう、俺は一切自分のパフォーマンスを落とさないためのルールなんですよね。どうもーい。そう、もう全然ね質問してくれてもいいんだけどみたいなね感じなんですよね。そう、全部ね、そう、空気、そう、空気、そう、空気を読むのがすごく大事っていう、そうそうそう、そこなん。俺ね、空気読んでくれれば何してもいいのマジで。本当に俺こんなにすんごいルール徹底してのって、そう、分かってくれると思ってるのもルールだし、でも分かってくんねえから全部しっかり書いてるし、そう、空気読んでくれればさ何してもいいのよね、本当に。そうそうそう、こんばんは、神です。いやマジで、そう、俺もね、リスナーさんにはのびのびと見てほしいっていうか、あの会話もしてほしいしみたいな。そう、一切俺おいって独裁者みたいなさ、ふざけんなよとかじゃなくってっていうね、そういうこと。俺珍しいですよ、高校生の方とか中学生の方で俺の配信残ってる人ってすごいよ、逆にマジで珍しいよマジで。たまにいるんだよな、めっちゃしっかりしてる子、こう本当に高校生みたいな。でも俺そういう人しか残んなくていいんだよな、ぶっちゃけ。そうマジで、つまり残んないってことはまともじゃねえから、あの言っちゃ悪いけど、そう言っちゃ悪いけどまともじゃないんだよ。だっておかしいことは一切言ってないからねっていうマジで。あと、そう、なんで俺があとこんな徹底してるかっていうと、リスナーさん同士で不愉快に感じる方もいるわけですよ。なんかこの人シュンシュンさん見てねえなみたいな、なんか独立してんなみたいなさ、全然会話になってねえぞってなると、やっぱりちょっとんってなるんですよ。そのためだよね。そう、俺が徹底してる理由はね、珍しいよ、こんなに民度いい配信、民度いい配信なのに結構見られてるって珍しい。俺はもうずーっとやっていくつもりだから変えようとは思わないしっていう。でしょ、俺毎回言うんだよ、見たくないならみんなってマジでね。そう、そうなんですよ。俺はマジでリスナーさんをもう制限したいとかじゃないんだよね。あの普通に見てれば絶対にルール違反しないようなルールを設けてるんですよ。そう、普通にやってれば本当に一切あの違和感のない配信なんですよ。まあ、気をつけていただけるとすごく嬉しいのと、あと珍しい、ただぶち切れるんじゃなくって、そう、あの自分でもなんだけど、ね、しっかりこうやって猶予を与えるのは珍しいありがとうございます。いやあれはもうモンスターすぎだけどね、あれはちょっと激ヤバすぎるけど、そうなんですよ。そう、そうで、他の配信はそんなんじゃなかったぞってなったら、その配信見てくださいなんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そう、俺マジで俺は俺だよっていう、この配信とかね関係ねえよっていうね感じです。はーい、ということで、普通にやっていきたいと思います。白シールドだ、舐めてんな。青シールドもいる。なんでウルトが、ああ、引っ張られる味方に。なんだなんだ、モンスター、ナイス、最強、うまふん、いいですね。私は元気な時はマジで強いからな。むすび丸様、100ビッツありがとうございます、感謝です。え、さすがにこいつやってることやばいだろ。この人、来すぎ。何をやっておられる、素晴らしい。死にに来てくれた、ええげー、殺せ殺せ殺せ、やれやれやれ。どういうこと、なんか円外っていうか、なんか溶岩に突っ込んでったけど、なんかいるし、何やってんだこいつら、痛え、別だ、
キルポだ。何やってんだマジで、やばすぎる。何撃ってんだ、しかも空中撃ってんだけど、やばい、この時間神かよ。始まったエーペックスレジェンズが楽しすぎる。ラックとは思えねえ。なんであんなグイグイで来ちゃったんだ相手。あーこれ待つかな、ワンちゃん相手微妙いな。天の恵みが来た。これめちゃめちゃオーバーで回ったから良さそうだよな。いや、いけるかな、ちょっと見てるかな。いや、多分漁夫狙ったらなんか思った以上に3人生き残ってるっていうあれだったのかもしんない。あれ見た感じはいなそうだな。なんかいけそうだな。いや、でも大きく回った方がいいか。いや、これいけるわ、ここ。ここでいけるわ。なんかダイヤとは思えないな。でも相手ちゃんダイヤだったもんな。よく意味わかんねえ。あれで敵がゴールド、プラチナとかだったらまあ、わからんでもないけど、やばかったな。マジで。殺意高すぎて、でも止まれなくなってたな。ん？気のせいか。オーケー。いや、これデジスコで練習した方がいいかもな、H コックじゃなくって。だから、H コックの当て感は死ぬほどいいけど、デジになった時の当て感がちょっと悪いから、これデジタルスレッドで練習した方がいいかもね。ちょっと俺デジタル慣れしてねえわ。あとはあれか、そうだ、体で微調整。あー、そうだ、忘れてた。手じゃねえわ。手で微調整は無理だから、体で微調整するんだった。デジ慣れしないといけねえよ、これ。レティクル緑にしてる理由はね、一番被りにくい、ね、色なんですよね。全部に対して。こういう、緑っぽいやつにも緑だったらいけるし、基本的に赤とかってこういうので被りがちなんですよ。だけど緑はほぼほぼ全部に被んないようにできてるんですよね。緑と緑ってなんかなぜか被りづらいっていう謎の現象あるしね。あー、あるかもしれない。邪魔なんかもしんねえな。来た、殺害対象。来た、殺害対象。あれ、弾速が。そうなんだよな。レースでも死んじゃうんですよね、撃ってくんないと。こっちはそう、一切撃ってこないやつってもうこうやってやりたい放題なんですよ。だから撃てよって俺はね毎回言うんですよね。まあちょっと俺が当て感良すぎるのもあるけど、俺が必ずね後ろを見てあげないといけないっていう理由はそれですね。もうなんか IT 依存なんだよな。ねえ、そうなんですよ。あれ俺撃たれたら多分俺ちょっとひよっちまうわ。いぞいぞいぞ。青だそいつ。前線に持ち込んでるから一番死ねないのって逆なんや。そうなんですよ。だから結構ね、他のゲームだとね緑がね結構主流だったりする。白はやめた方がいい。何も見えなくなる。レティクルの存在に気づけなくなるわ。白発光色はたまに消える。緑おすすめです。緑、紫もいいとか言われてたな確か。紫か緑みたいな。一回ね、白で同化させちまったら最強なんじゃねえかって思ったんだけど、全然最強じゃなかった。何も見えなかった。あー、これアンチやってたのか。ピンクいいね。ピンクもね、強かったはず、確か。素晴らしい。で、この3色ぐらいか。いた。やはり、2点バーストにする必要性を感じないな。なるべく会いづらいやつがいいね。かぶりそうでかぶんねえしな。こうやって背景とかで見ると。撃つか。これマギー野郎ぶっ殺せんぞこれ。強すぎる。やべえ。やべ、セールなくなった。終わった。通報案件来た、これ。かわいそうに。最強や。単発撃ちが、いた。いや、痛えな。弓マジで痛えな。63だっけ、ダメージ。やべえな。ワンチャンこっちから来るか。ああ、それ天才か。いけるか。トータルワンチャン。ちょっと頑張れ。君が死んだらもう蘇生できない。頑張れ頑張れ。いや、ダメそうか。いけるそれ。
それいけんの？本当に？ああまあいけるはいけるのか。なんだこいつら、来んだよ。なんだこいつら、来んじゃねえよ。殺しちゃうぞ。いや俺たちは処刑台行けばいいのか。処刑台、急げ急げ。ああどうしたら登れる。こうか。あ、成功した。あひどい。あこいつら入んねえよな。このモンスターども、モンスターすぎる。やってることがボケモンすぎる。最強だ、ありがてえ。強すんげ。アサロいる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 。お前金ノックなんかーい。金ノックよこしなさいよ。金ノックよこしなさいよありがとう。よし、素晴らしい。 いくらでも死んでいいよ、もうこれで。いくらでも死んでいい。マジ安心しろ、この俺が救い出す。あいつらうぜえな。ちょっと撃つか。もうボタン溜まったの？神かよー、もう天才。ありがとう。なんだこいつら、殺すわこいつら、もうめんどくせえから。あー、いいよいいよ、こいつらめんどくせえから殺す。出来上がってしまった神が。いや上が降ってくるなこれな。瞬殺じゃねえかよ。こんばんは。ぐいいね。今の溶け方最高。本当だ、味方センターで超えてる。素晴らしい。あ、デジタルスレッド。H コックだとやっぱ当て感が違うな。だからこそやっぱデジタルスレッドを練習するべきってのがわかる。エルスターだと舐めてんな。そんな武器使い終わって。ネズいいですね。最終炎。あ、ここ最強じゃん。お尻、お尻、お尻。あれ、ハゲレースさん、確かに。俺、ハゲレースさんの印象変わった。足だ。行き過ぎだ、下がってこい。ありがとう。おしい。いやかなりでも粘ったな。惜しすぎる。マジかよ。いやでも相当強かった。やば、めっちゃ漏れる。いやこれデジスコ練習絶対した方がいいわ、これ。やばいわ。ちょっとじゃあ見返していきますか。いや今ワンチャンあった気がするな。でもちょっと考えてみよう。全然あった気がするわ。ナイファーイ神。いやーいいですね。いやマジで今激アスだったな。
しかもね、俺がノックダウンシールドって言ったら味方がすぐ渡してくれたのは、ただ気づいてなかっただけ説があるから、すごく好感が持てた。いい人だったわ。じゃあちょっと見ていきましょう。うまあ、すげえ。ここはね、まあ、全然良かったと思うわ。まあ、ここでちょっと金ノックの存在に気づいてしまって、おーいってなったんだけど、でも、渡してくれたから最高。完備です。で、ここも最強だった。てか、やばい。エイチコ君だけの当て感やばいわ、マジで。ガス効かねえんだよな。やっぱなんか、アビリティで防げてんな、これ。相手のガス。強え。うん、これはやばい。なんか、ボコボコにした。で、この後だよな、問題は。ね、ウルトで飛んだまでは良かった気がするわ。うん、で、いや、ここで180入ったんだよ。いや、これやばい。そう、ここで180入るのはバグなんだけど、いやー、これなー、あー、これなー、奥田突っ込んじゃったんだよな。でも、そうね。でも、俺が強いて言うならばだよ。ここで、そう、さっきのシーンで、ワンチャン、3トリガー当てられてるんで、60、60、60だったから、75、75、75だったら、ワンチャンあったかな。まず最初。まずここだね。そう、ここのね、ウルトの立ち方は多分間違いではない。ギリギリあれか、左の車線も切れるから、ですね、わかりました。これ、左の車線も切るためのウルトやるべきですね。右じゃなくって、もうちょい手前に、右と左の車線を切れるようにしてあげれば、レースが死ななかった可能性出てきたわ。だから、こっちだよね。だから、こうだね。これと同じ形に、こうやってあげれば、右と左と打ち合いだから、これ、ウルトミスだ、これ。ミスに近いかもしれない。ミスって言った方が成長するかもしれん。そうね、向きを、右じゃなくって、これと全く同じ平行にしてあげれば、もうちょい打ち合えた可能性あるな。そう、左とも戦えるし、右とも戦えるっていう完璧な建物が出来上がったかもしれんな。まあ、ここでね、とんでもない火力出すんだけど、そう、ここでね、えぐい火力出すんだけど、でも待って、難しいな。それでいけたかな。待って、左と打ち合いながら、右と打ち合う。いや、でも右のヘイトが右、こっちに寄っちゃうんだよな、それやると。左と右のヘイトが全部こっちに集中しちゃうな。うわ、合ってるような気もするな、これ。待ってよ。かといって、これに向かって平行にこうやってやっちゃったら、ここの遮蔽使われちゃうもんな。でも、でもそうだよな。あそこだるってなって多分、やんなくなるもんな、確かに。いや、これやっぱ平行だな、これ平行だ。うん。平行にやったらまだワンチャンあったかもしれん。まあ、ここもね、とんでもない火力出すんだけど。で、アビリティでバッテリー巻いて。そうだよね。そうすれば、まあ今回死ななかったからいいんだけど、こっちに向きにやってれば、このね、左のやつが俺の方を見てくるってこともなかった可能性があるから、こっちだな。向きこっちだわ。だからやっぱり、来てほしくない車線を全部集中させるんだな、やっぱり。なるべく。片方を切るってやっちゃうと、逆に切ってる側が楽になっちゃうんだよ。どういうことかっていうと、俺たちは、その車線を切ってない側と戦わないといけなくなっちゃうから、だから、やっぱ車線全集中させるのがいいな、一箇所に。って考えると、右と左。で、そう。右と左がこっちに撃ってきた時点で、多分相手気づくんだよね。やべ、あいつ撃ってると、これ、左のやつに撃たれる。みたいな感じの多分思考回路になってくれるはずだから。これ倒して、2トリガーしか引いてない。ここはちょっと難しいな。ここで3トリガーキルは狙えねえな。うん、だからこれそうだね、平行だな。平行に置いてればマジで相手がやり合ってくれる可能性あったわ。なるほど。惜しいね。そう考えるとやり終わったんだな、全然。くー、そうすればマジで全然俺たちレースと俺だけでも勝てた。そう、奥田が突っ込んでっちゃったけど、多分それでもマジでワンチャンあったかもしんねえな。